ヤッホー、エミネです。あー水うまってことで、今日は最新版のスキンケアやっていきます。やばくねー、びしょびしょ。この間購入品紹介でさ、GU で買ったパジャマ990円だよ。このパジャマめっちゃ着心地がいい。髪の毛の雫とかがもうしみしみで、おっぱがえげつない濡れてる。ということでスキンケアしていきます。前回上げた動画からもう使ってるものそんな変わんないかな。変わってるか、多分変わってると思う。お風呂上がって5分くらい経ってるんですけど、上がった瞬間これを吹きかけてます。キュレルのディープモイスチャースプレー。キュレルがね、私肌に合ってるのか分かんないんだけど、お風呂上がってすぐの肌って速攻乾燥しちゃうから、首元とかまでしっかりと保湿をするんよ。結構なんか吹きかけたら吹きかけただけしっかりと肌に浸透していく感じ。乾燥肌な子とかお風呂上がりになんか吹きかける系で探してる子めっちゃこれおすすめ。キュエルは本当ね、私の肌にはかなり合ってます。で、その日の肌によってスキンケア変えるんやけど、今日は結構ね日焼けをしたんだよね。私一旦肌を柔らかくしていきたい。 SK2 のフェイシャルトリートメントオイル、美容オイルです。夏場とかオイル使うのあんま好きじゃないよってことかも。これはなんか肌をすごいもちもちにしてくれるからすごい好きで、あとこれを塗った後に重ねるとなんか浸透力かなり上がる感じがして、化粧水の前とかにこれを一旦挟めば肌をね柔らかくする。これで K2 ってね、ちょっとお値段張るんだけど私結構好きで、空港の免税店とか韓国行くタイミングとかでストックを買ったりしてますね。で、化粧水SK2 のフェイシャルトリートメントエッセンス。肌の治安は特にめっちゃ悪いっていうわけじゃない時はこれを使ってて、肌の調子があんま良くないなって思う時はあの桃の化粧水使ってます。で、SK2 の化粧水はマジで永遠に入っていくから、しっかりと夜仕込んで寝ると次の日の透明感は全然違うから、丁寧に化粧水入れ込む時間が好きです。SK2 のスキンパワーエッセンス美容液、これはマジで毛穴に効く。これを使い始めて毛穴が格段に気にならなくなりましたね。毛穴がね気になるところに重点的に置いていきます。で、ね、SK2 の美容液系は本当に浸透力が目打ち、スーって肌に馴染んでいなくなる。その後にこちらトリデンのセルマージングブライトニングアンプル、ちょっと今回ビタミンを2種類使います。この後パックをするんですけど、今やってるスキンケアは夏、今からの季節向けって感じ。日焼けでさ肌がゴワゴワしちゃったりとか、シミそばかす気になるみたいな時に家でしっかりと補修をするためのスキンケアみたいな感じ。今の時点でもう結構もちもち。で、こっからオイラのパックコーナー。パックもお気に入りは結構あるんですけど、常によう使うやつを入れておりますね。どうしようかな、ハナのビタミンでもいいし、今日トリデンのビタミンでもいいし。ここにおもちゃんがいます。あ、豆だったこっちがおもちゃんだった。おもちゃん、かわいいね。おもちゃん、トリデンのパックの好きなところは水分感爆発、はい、パックをしている間に洗顔とかクレンジングとか使ってるものたちをちょっと紹介していきますね。お風呂場へレッツゴー。はい、ってことでお風呂場にやってきました。こんな紹介の仕方あるかよって感じなんやけど、ガチで映えない。なんかもっとさ映えるスキンケアルーティーンの紹介の方法あるやろ。なんかマジで映えない。私はこうちょっと見ていただいたら分かりますかね。こんな感じで
クレンジングクレンジングですね。で洗顔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 、もう私洗顔大好き女で、普段から結構肌のコンディションに合わせて洗顔を結構使うわけですね。このアヌアのオイルクレンジングもうなくなっちゃうんだけど、洗浄力もしっかり強いんだけど、オイルクレンジングが私は結構基本的に好きなんですよね。両方ディープすぎる感じじゃなくて、肌負担がそんなにこう強くない優しめなオイルを選んでますね。 SK-2 もあとちょっとだからまたリピロかなって感じで、洗顔このカネボウのスクラブウォッシュはねめっちゃ良かった。あの結構私さっぱりとした洗い上がりの洗顔が好きだから、ダントツさっぱりだったね。で SK-2 のこの洗顔はもうとにかく肌がもっちもちになるので大好きなんですけど、まあなんと言っても SK-2 はね高いんでちょっと大切に使ってるんですけども、で私このビオレのねこの洗顔ジェル大好きなんですよ。ザラザラでちょっとゴーゴーしてる時に優しくマッサージするともっちもちになる、不思議と思って、これはもう何個も何個もリピってます。でこれ最近買ったんやけど、この洗顔マジでヤバすぎてマジびっくりしたんだけど、ちょっと見せたい。こんにちは。え、ちょっとさ、バズってたんだね、X で。知らなくて、普通にオバジ好きだから、普通にオバジ買ってたんですよ。化粧水とかも使ってたし、キュレルの泡洗顔好きだから、オバジで泡洗顔あるんよ、と思って買ってみたのね。え、見よってな。え、わかる？オバジの泡洗顔の泡、めっちゃくちゃきめ細かくて、超もっちもちなの。泡立てネットで、めちゃくちゃきめ細かい泡を、すっごい上手に成功して作れた時の泡、泡職人やった時の泡がシュッてしただけで出てくるの。を洗ってちょっとね1分ぐらい置いたりするよ。炭酸のあの泡で汚れ落としていく感じのイメージで、めっちゃスッキリする。とにかく泡がもちもちすぎてえぐい。こういうタイプってあるんだと思って結構衝撃を受けたんだよね。これね早く見せたかったんやけどね。いや本当になんかおばじ信者ですから、私おばじは本当大好きなんですよ。あーカメラ濡れたんだわ、しんどしんど。じゃーん、はい、お肌ペッカペカです。さらにデコにね、なんかここピンポイントにさ B ニキさんができちゃってるんですよ。 B ニキさんが今生理中でホルモンバランスが乱れるとマジでできますね。でここにだけちょっと塗り込みます。何を塗り込んだかというと、コスデバハのアゼライン酸の美容液です。もうねしっかりと水分入ってるからかなり透明度は高いんですけど、ここでジーン、ビタミン、アヌアのビタミン、パケが新しくなったんだよ。夜はね、ビタミンを塗ってます、私は。てかさ、私のマネージャーさ、同い年で男の子じゃ、男性じゃん。もう肌綺麗すぎてやばい。毎回会うたび、ビビる。肌が綺麗すぎて。本当に、めっちゃ努力してるわ、あの人。マジですげえ。同性からも刺激を受けることってそんなにないんだけど、初めて異性に刺激を受けた。やべえ、負けてられねえぜ。本当に油断したらマジ負けそう。本当に肌、マジで私のマネージャーのスキンケアルーティン取ってほしいね。てか私も知りて、取っといてもらおう。まつり美容液を塗ります。マツパに行かなきゃ。本当にマツパに行くのがめんどくさい、今。やばすぎる。マツパが家に来てくれたらいいんだ。あ、案件とかなんでもないんですけど、暮らしのマーケットってあるじゃん、サービスが。あれで、なんかお片付け、2日間お願いしたんですよ。お金を払ってね。お金払って時間を買ったわけですよ。めっちゃ良くてさ、ヘアメイクとか、美容的なものもね、なんか家に来てやってくれるみたいなの結構あってさ、ねえと思ったの。次に来てまつげ待て、マジでやってほしい。予約したりするのが本当に無理。もうなんか MBTI しか、ISTP 計画性とか本当にマジ皆無なの。イグダルガリの事務所っていう方に家から出ない、助けて誰か。こんな感じです。どうですか、トゥルトゥルになりました。まあ一旦はこんな感じで、あ、で、クリーム。私が唯一使うクリームは、ドクター G のクリアスムージングクリーム。ドクター G、割と私何使っても好きだったな。美容オタクまでもドクター G 好きって言ってた。クリーム使うとさ、ニキビができちゃったりとかするんですよ。なんだけど、これはほぼジェルみたいな感じだから大丈夫。乳液とかはね、使えません。で、しっかりと首まで伸ばす。最近のね、スキンケアのスタメンはこんな感じかな。
割と年齢に対して首はさ結構しわない方じゃない？ちゃんとスキンケア塗り込んでます。ってことで最近のスキンケアはこんな感じです。ご参考までにまた何か変化あったら動画撮ります。バイバーイ、おやすみー。